どうもこんにちは、ひょくです。こんにちは、ひょくにだ。視聴者の方からひょこっぱの動画のおかげで肌が綺麗になったよということもよくいただき、大変嬉しい限りです。コメントでも DM でもよくいただくんですが、メイクを毎日するけど白浮きしたりよれたりするんです、どうしたらいいですかという悩みが結構あるんですよね。もっと画面の上の方、こっちの方にゲージが出てきましたね。今日はメイクでよれない、しかも韓国人のようなツヤ肌、水光肌を作り維持する手順をご紹介いたします。ツヤ肌や水光肌はベースメイクだけで成り立つと思われがちですが、仮にファンデ直後はツヤ感があっても長持ちしません。最初のスキンケアの手順がとっても大事です。このゲージが満タンになったらツヤ肌、水光肌が完成しますので、一緒に真似してみてください。はい、まず朝ですね。おそらく皆さんメイクする前お忙しいと思いますので、あまり工程数が多いとそんなやってる時間ないよという方もいらっしゃると思いますので、今回はポイントを絞ってやっていきます。朝でも十分できるようにね、まずぬるま湯で洗顔なりね、化粧をちゃんと落としてなかった人はクレンジングフォームで洗うなりして軽く顔を洗います。はい、ぬるま湯で洗顔したらタオルで皆さん拭くと思いますが、完全には拭き取らずに軽くだけ表面だけやって、水分が軽く顔に残っている状態で、あとはプッティングします。これも結構大事なポイントですのでね。で、肌荒れやニキビが気になる人はこういったコットンで肌トラブル用のトナーを優しく顔にサッとつけます。はい、朝は忙しいですのでもうささっといきますよ。続きましてこちらです。ダルバホワイトトリュフファーストスプレーセラム。はい、このセラムまだ日本には馴染みがないかと思いますが、韓国ではインスタとかでも結構有名なんですね。今回はこのダルバのコスメを使ってスキンケアしていきます。ご存知の方もいらっしゃると思います。これね、上と下で液体分離してるの分かりますよね。ダルバの商品いろいろございますが、このスプレーセラムが一番人気ですね。こういったスプレーセラムでこうやって2層に分離してるものは必ずよく振ってから使ってくださいね。で、すぐ使わないとこれまた浮いてきちゃうので、ほらほらこういう風に、なので使う直前にバーって振って使って、でまたあと普通に置いとくと勝手に分離して上の方にこう上がってきます。今回のツヤ肌を作る肝となるアイテムです。キーポイントですね。洗顔後のスキンケア初期段階で使うことで肌のキメをかなり整えてくれます。で、ツヤ肌、水光肌を作るにはベースメイク前の肌の水分と油分のバランスがいいのはもちろんですが、よくある間違いが、あ、水分と油分の割合ちょうどいいから OK というのが間違いなんですけれども、バランスはスーパー大事ですが、もし保湿も低く油分も低いと、どちらも低いせいでバランスを保っているだけなら意味がないんですよね。しっかり潤いがある状態で水分と油分のバランスがとても大事です。自前の水分油分の計測器があるんですけれども、これ肌に当てるだけですぐわかるんですね。簡易的なものですのであくまで参考程度ですが、今顔洗顔して水分をちょっとプッティングしただけの状態で測ってみますと、はい、水分が 36%、 油分が 24% です。ちなみに水分と油分の割合による肌質の大まかな見分け方はこちらです。はい、一番理想はこの普通肌ですね。この普通肌の水分と油分の割合に近づけたいものですね。ではこのスプレーセラムを使っていきたいと思います。なんと化粧水いらずなんですよね、これね。しっかり振った状態で顔に、長く押せば長く押すほどしっかり出ます。はい、初めてこのスプレータイプのセラムを使ってみた僕の感想としては、保湿力が高いのはもちろんなんですけど、クレンジングで落としてしまった油分を補ってくれるんですよ。顔に油分をダイレクトに当てるわけではないので、オイリー肌の方も安心して使えると思います。ファーストスプレーセラムという名前もあって、洗顔直後に使えるっていうのもいいポイントですし、さらに化粧水いらずというね、しっかり潤うからね、そこが個人的に使ってみてかなり評価すべきポイントだなと思いました。ではもう一度この水分油分計測器で測ってみますと、同じ場所です。おう、水分が 44%、 油分が 29%、 めっちゃ上がりましたねしかもまだこれね、ファーストスプレーセラムだけの段階ですからね、まだね。そして次のステップ、じゃん、メイク前のパックです。
ダルバファンタスティックウォーターフルマスクパック。ちょっとだけダルバの説明しますと、ダルバは韓国で20代30代の女性にめっちゃ人気のブランドなんですよ。これデパコスってほど高くはないけど、プチプラよりかは少しこういいものの値段っていう感じですね。で、今回はこのね、スプレータイプのマスクパックを使います。スプレータイプのパックは僕も初めてです。これを10センチ20センチぐらい離して、うん、これを顔にこうかけた状態で約10分ほど放置します。パックをさ、わざわざこうやってつけてシワをこうならないように伸ばしたりとか、あ、ここなんか折れてるとかっていう、そういう必要がないから楽ですよね。10分間ね、別のことをしてて10分経ちましたら叩いて吸収させて OK です。拭き取る必要はございません。これの良さはとにかく潤いをたっぷり含んでいて、メイクアップブースターとして使うことで化粧のりが良くなり、何よりよりにくくしてくれる感じです。はい、10分後軽くこうやってねプッティングして、顔にねしっかりと潤いとマスクによるねひんやりとした効果も得られました。そしたら薄くクリームを塗ります。ダルバペプチドノーセバムリペアクリーム。このクリーム自体敏感肌にもおすすめできるクリームですね。韓国式に言うとノセボンって言いまして、日本語だとノーセバムと言ったりノセバームと言ったり、これが何を意味するかというとですね、セバムは皮脂という意味なんですね。で、ノーセバム、皮脂なんかもう蹴散らしてやれっていう意味ですね。って考えた時に、クリームってね、クリーム自体が油分なんですよ。なのにノーセバムなんですよね。なのでこのクリームで皮脂対策もできるし、ペプチドによりリペア効果も期待できるという。なのでこのクリームは混合肌やオイリー肌の方におすすめしたいですね。うわ、すごい、パッと見は重そうなのに触るとめっちゃ柔らかい。結構すごい、何これ、デパコスっぽい香りクリームは前僕は教わったんですけど、鼻の中心から外に向けて塗るといいらしいです。はい、クリームまでやった状態でだいぶ自然なツヤがね生まれてきていますよね。ですがベースメイクを終わらせた状態でツヤ肌、水光肌を作るのが今回の最終目標です。メーターもまだまだございます。それでは仕上げていきましょう。ここからはサンクリーム、そして毛穴の気になるところの中心にプライマーで、最後にファンデーションの順番でやっていきます。それではサンクリームとプライマーを今からつけていきます。もし使用しているサンクリームに多機能な効果が入っているもの、例えば下地効果やトーンアップ効果などが含まれているものでしたら、先にプライマーを T ゾーン、鼻周りと顎あたりに塗った状態でサンクリームを使います。今回僕は本当に純粋な日焼け止めなので、サンクリームを先に塗って、その後プライマーをつけます。ではプライマーをつけていきます。プライマーはね、もう本当 T ゾーンとか鼻周りと、あと顎だけですね。ここと、この辺。プライマーつけるとつけないで全然ね、ファンデの仕上がり変わりますからね。で、ファンデは僕はクッションファンデを使いますが、クッションファンデは実はリキッドタイプのファンデーションに勝るメリットがあるんですよね。例えば、ツヤ肌に仕上げる、直しがしやすい、時短、ナチュラルな仕上げ、こういったメリットがあるんですが、いざね、クッションファンデをつけてみたら、ファンデがヨレヨレになったり、ムラムラになったり、ムラになったりですね。クッションファンデつけてムラムラしたらもう病院行きましょう。以前意味欲としての活動のライブの時にプロのねメイクさんに聞いたんですが、クッションファンデは頼りすぎないのがコツだそうです。カバー力の高いクッションファンデですが、それゆえに重ねすぎるとさっき言ったような良くない方向に向かいますのでね、ご注意ください。欲を言えばプライマーの後にそのトーンアップ効果のあるクリームをさっと薄くつけておくとよりいいですね。そしたらもう最後ですね、最後に仕上げで軽くパウダーとかを使うなり、もしくはスプレータイプのフィクサーを使って完成です。うんパウダーでもスプレータイプでもどちらでもいいんですが、ツヤ感を生かしたい人はミストタイプのフィクサーをおすすめします。どうですかね。僕クッションファンデ本当に薄くしかつけてないです。でもすごいツヤ感出てますよね。先ほど紹介したこのスプレーセラムなんですが、メイク後にスプレーしても崩れることなくツヤ肌を演出してくれます。うん、軽くね、これだけでもだいぶねツヤ肌も演出をさらに手助けしてくれて完璧になりました。これにてツヤ肌、水光肌完成でございます。 100% になった
メイク前の段階で十分に保湿をして水分と油分のバランスを整える。大事なのは水性のスキンケアのみで保湿するのではなく、肌に油分も与えるということです。特に毛穴の広がりが気になる方は部分的にプライマーを使って肌をフラットにしておきます。クッションファンデは毛穴の表面しか塗れないため、先にプライマーで肌をフラットにしておくと綺麗に塗りますので、プライマーは油分を多く分泌する箇所に塗って毛穴をカバーしてくれるので、ベースメイクが崩れるのも防ぐ役割をしてくれます。化粧落とすときはクレンジングオイルはあまり僕は日常では使うことはお勧めしません。クレンジングオイルは基本油分を落としすぎちゃうものなので、日常で使ってメイクを落とすというよりは週に 1,2 回のスペシャルケアで一緒に使うといいと思います。普段はこういうなんかリキッドタイプとかウォータータイプのものでメイクを拭き取って落とします。今回はね、本当クッションファンデも薄くしかつけていないですし、肌自体に負担も少ないメイクですが、しっかりツヤ肌感、水光肌感は演出をしてくれます。はい、しっかりメイクを落としましたら、ぬるま湯で顔に水分を与えた上で、このダルバのモセバンマイルドジェルクレンザー、ジェルタイプのクレンジングフォームでして、こうマッサージするだけで顔表面上の老廃物とか古い角質とかの汚れを落としてくれますね。これもね結構好きかも。大容量でねたくさん使えるし。 OK、 もうメイク落としちゃった。さっきしたばっかりなのに肌に潤いもねしっかり与えてくれるから、ごっそり油分を落としすぎずに、でもこうジェルタイプでねマイルドに洗顔もできていいですね。うん、洗った感じもね肌が突っ張りすぎなくていいですねはい、Q10 で販売している数々の韓国コスメの中で、今回動画で紹介に選んだのは韓国でも最近話題のダルバでした。もちろんダルバの公式ショップが Q10 にあります。なんか巷では僕が動画で紹介した韓国コスメが一時的に転売価格かのように値段が上がると聞いたことがあるんですけれども、まあ、こういったね公式ショップがあると安心ですね。若い女子の間では知っている Q10 ですが、韓国のファッションブランドやコスメブランドだけじゃないんですよね。ねえ概要欄にリンクございますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今回紹介したのは、韓国コスメでも最近話題のダルバでした。より肌に気を使う方におすすめしたいコスメブランドですね。中でも今回一番はこれかな、スプレーセラムが一番気に入りましたね、という感じです。それでは皆さんご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。エチャヨクでした。バイバイ。